カタツムリ、カタツムリ、カギウは、陸に住む、巻貝の通称。特にその中でも、有害類のうちの殻が細長くない、ものを言う場合が多い。カタツムリという語は、日常語であって、特定の分類群を指してはおらず、生物学的な分類では、多くのトガにまたがるため厳密な定義はない。陸外、陸に生息する、複足類のうち、殻のないものを大雑把に、ナメクジ。 殻を持つものを、カタツムリ、デンデンムなどと呼ぶ。一般にカタツムリは蓋を持たず触角の先に目を持つ、有配類の陸外で、中でも玉型や万重型の殻を持つものを指すことが多く、殻に蓋を持つ、山谷種類や、細長い殻を持つキセルガイなどが、カタツムと呼ばれることは少ない。しかし前述の通り厳密な定義がないため、殻を持つ陸外をすべて、カタツムリと呼んでも、 間違いとは言えない。日本では一般的にカタツムリと呼ばれるものとしては、同じマイマイカや日本マイマイカの種類が代表的なものである。一般に移動能力が小さく、山脈や乾燥地、水域などを越えて分布を広げることが難しいため、地域ごとに種文化が起こりやすい。他の動物群と同様に、種類は北より南の地方で多い傾向がある。 日本列島に限っても、広い分布域を持っているのは、二十歳や人家周辺にも見られる薄川マイマイや、外来種の同じマイマイなど、ごくわずかな種で、それ以外のカタツムリは地域ごとに異なる種が生息しており、関東と関西では多くの種類が入れ替わっている。また島などでは特に種文化が起こりやすく、南西諸島や小笠原諸島では島ごとに固有種が進化していることも多い。 このような主文化は地球規模ではさらに顕著で大陸間ではトガヤ族のレベルで大きく異なるのが普通である。軟体動物の内陸に住むものは複足類のみであるが、それらは多様な環境に適応して形態や生態が分化している。中にはナメクジのように貝殻が退化したものやキセルガイカやオカチョウジガイカのような細長い殻を持つものもある。 大きさは、日本産では1ミリメートル前後のものから、数センチメートルまでで、各計60ミリメートルを超える四国産のアワマイマイ、ユホドロウィンシスが、最大の在来原生種である。アフリカなどには、メノアフリカマイマイのように殻が20センチメートル、以上、伸びた時の体長が40センチメートル近い種類も、ある。陸生海類のうち、ヤマキサゴカや、 ヤマタニシカは殻を塞ぐ蓋を持ち、これらは一般に、カタツムリと呼ばれる、有敗類とは、起源が異なる。体は、軟体部とも呼ばれ、角軸筋と呼ばれる筋肉で、角内の殻軸部に付着している。この筋肉を収縮させ、体を、角内に引き込む。殻と、体は別物ではなく、殻は、体の器官の一つであり、中に、内臓もある。よって、 カタツムリが殻から出たらナメクジになるということはなく、殻が大きく破損したり、無理に取ったりした場合死んでしまう。他の巻貝も同じである。一般に、カタツムリと呼ばれる、有肺類では頭部に触角が大小についあり、大触角、五触角の先端には、目がある。これに対し山谷氏などの前菜類の陸外では、触角は一体しかなく、先が尖っており、 目はその根元にあるなどの違いがある。すべてのカタツムリは軟体部が湿った状態でなければ生きていけない。また暑さ寒さによっても活動に支障が出る。このような時には、カタツムリは物陰に潜み、殻の中に軟体を引っ込めて、殻口に粘液の膜を張る。この膜は専門用語でエピフラムと呼ばれるもので、 乾燥すると、セロファンや障子紙のような質感の膜になり、軟体を乾燥から守る。またエピフラムには微小な穴も開いていて、窒息しないようになっている。ナメクジと禁煙の種であるため塩分に弱いという、イメージが持たれがちであるが、小笠原諸島のみに生息する乙女方まいまいなどは、本土から流木に乗って、海を渡り、小笠原諸島に漂流して、 独自進化を遂げたと推測されており、むしろ塩分には耐性がある。触覚のある頭部仮面には口があり、口内の上には顎板、額板、錠蛾、底部にはおろし金状の施設、施設、ラジェラがあり、校舎で餌をすり取って食べる。ガラス面を這う、カタツムリの口を観察すると赤みを帯びた小さいものが見え隠れすることがあるが、これが 顎板で、さらによく見ると、顎板の動きとこうして、透明の施設の運動も見られる。口は、食道から家とつながり、奥の肩で、U ターンしてか口近くで肛門となる。肩つむりは、他の有肺類と同様に、私有胴体で、触覚の後方側面、右巻きでは右側、左巻きでは左側に、生殖口と呼ばれる、生殖器の開口部があるが、 普段は閉じていて目立たない。生殖孔は一つであるが、そのすぐ内部では、CU の二つの生殖器の開口部に分かれている。生殖口同時には、内部から陰形が反転こぼしなし相互に生殖孔に挿入して交尾が行われる。生殖器の構造は分類上極めて重要な部分と考えられており、新種記載の際にはその構造を図式記載するのが通例である。 同定する際にも解剖してその構造を調べなければならない場合も多く、古い時代に殻の特徴のみで分類されたものが、後に生殖期の構造から全くの別化であったと判明したものもある。一般に動きが鈍いとされるが、一概には言えず、短い距離では肉食性のカタツムリ、エウグランディナ・ロセアなどは獲物を捕らえようとするときには他のカタツムリを追い越すスピード出す。 長距離では、ヨーロッパ産の庭前前が早いカタツムリとして、ギネスブックに掲載されている、ギネスブック94、74ページ、キコ書房。1993年12月25日。カタツムリには右巻き、右線、デクストロールと、左巻き、左線、シニストロールがあり、上から見て、渦の中心からどちら周りに殻が成長するかで、決められる。 実際に区別をするには、拡張を上にして、殻の口を自分の肩に向けたとき、殻の口が右にあれば右巻き、左にあれば左巻きとするのが簡単である。日本産のものでは種ごとに巻きの方向が遺伝的に決まっており、大部分の種は右巻きであるが、左巻きマイマイなど、少数の左巻き種がおり、キセルガ外カのように、蚊全体が左巻きのものもい。 巻きの方向を決めるのは一つの遺伝子によるとされ、この遺伝子が欠如もしくは機能しない場合、その種本来の巻き方向とは逆に巻いた逆旋回個体となるという。実際に逆旋個体が発見されることもあるが、極めて稀な例である。通常、逆旋個体は体の構造も逆で、交尾口も右旋個体は右側、左旋個体は左側に開く。 多くのカタツムリでは対面しながらすれ違う位置で、交尾口のある側を相互に合わせるため、巻き方が逆であると交尾が困難となり主文化が起こる場合もあると考えられている。外国には、ポリネシアマイマイやマレーマイマイのように、同一種内で右巻きと左巻きの両方が普通に出現する種類もある。このような両線型の種の交尾は、 他方の殻の上にもう一方の個体が乗るマウンティング形式であるため巻き方の違う個体同士でも交尾が可能であるという。カタツムリの表面にはキチン室で構成された殻側、各皮と呼ばれる薄膜があり、石灰室でできた殻の表面を覆っている。殻側はカタツムリに限らず、貝類のほとんどの種類に存在し、石灰室の殻本体を腐食から保護するのが、 基本的な役目であるが、カタツムリではそれに加え汚れがつきがたくする役目、再色することにより殻を背景に溶け込ませる保護色の役目なども併せ持つされる。殻側の表面には細かい凹凸や規則正しい微細なディンプルが無数に存在し、接着面積を少なくすることによって、殻側に付着したゴミや汚れなどを雨で洗い落とす効果があり、その結果カタツムリは格標を いつも美しく清潔に保っているとされ、この構造にヒントを得た、棒効果のある建物の外壁なども開発されている。また、フィリピンの谷姉妹舞類などには、二重構造の殻側を持つことで日照時と光雨時の色や模様が変化し、鳥などの外敵から見つかりがたくする効果を得ていると、される種類も知られている。さらに殻側が一部が変化して盲状になっている。種類も、 世界中のいろいろなトガに見られるが、その機能についてはよくわかっていない。欧州のトロチウールズ属のカタツムリでは、水分の多い環境に住む種に特に毛が発達する傾向が見られることから、濡れた殻が多物に吸着するのを防ぐためのものではないかとの説も出されている。日本産では、シワクチマイマイ類やビロードマイマイ類などが多数の毛に覆われた殻を持つ。 また同じマイマイ科のオケマイマイなどの殻の周囲にも、殻側が伸びた毛が見られるほか、ヤマタニシ科のヤマト貝類も、長い毛を持つものが多いが、これらは老生すると脱落している場合も多い。殻高が低い、イコール殻高より殻系の方が大きいものが、一般的に馴染みがあるが、陸産貝類には、キセル貝か、左きやキセルモドキか、オカチョウジ貝か、共に右きなど、 細長い殻を持つのもある。カタツムリと呼ばれるものの中にも、同じマイマイ科の東型細マイマイや、日本マイマイ科の山高マ,マイマイなども日本産の、一般的な種に比べると殻高が高く、外国産のものではさらに長い殻を持つものも、多く知られる。一般的に木の枝や岩などの壁面を生活圏とする、種類で殻高の高くなる傾向がある。しかし例外も、多く殻型の適用については、 必ずしもよくわかっていない。逆に大笠マイなどのように扁平な殻を持つ種もある。海の貝では捕食者に対抗するために、トゲやコブなどで殻を武装する者も,も多いが、日本産のカタツムリでは目立つ突起を持つ種はいない。世界的に見ても小型微小な種でトゲを持ったものが、少数知られる他は、大部分の種は滑らかもしくは多少のシワやデコボコ、もしくはある程度の西藪。 ラロクや、縦アバラ、重六を持つ程度ある。これは活動の妨げになることと系統による、制約との両方が関係していると考えられるが、明確な説はない。また海の海によく見られる西アバラは、有害類以外の、陸外ではしばしば見られるが、有害類に限っては、微小種以外ではあまり見られない。ただし、弾力のある盲状の殻側を持つものはしばしば見られ、日本産では、 多数の長い毛に覆われる毛肌足は口まいまいや、殻の円沿いに毛が並ぶ大毛まいまいなどが見られる。陸外の内前菜類のものは殻口を塞ぐ蓋を持つが、カタツムリの大部分は蓋を持たない、有害類である。そのため、敵に襲われて、角内に逃げ込んでも、殻口が無防備となりやすく、一部の種では殻口を厚くしたり、狭くしたりして、殻破壊の糸口や、 外敵の侵入などを防ぐように進化している。キセル外科では、殻の内壁が便状に突出したバネ式の平面構造を発達させており、体が殻奥に引っ込むと、自動的に通路を塞ぐようになっている。また、キバサナギガイやスナガイ、口溝ガイ類なども、殻口や、角内に、多数の市場突起やヒガを持つ。海岸近くに住むオカミミガイ家にも、同様の市場突起を持つ種が多い。 外国のものでは、鬼口マイマイや逆立ちマイマイなどが唐口内部に複雑な突起を発達させた種としてよく知られている。このような様々な唐口の構造は成害になって初めて形成されるのが普通で成長の最後の仕上げとして大きなエネルギーを費やすのである。このような唐口には種類ごとの特徴が出やすく、唐口が破損しているものや完全に形成されていない 幼がいなどでは、童貞が難しい場合も多い。唐口は、貝自身にとっても観察者にとっても重要な部分の一つである。カタツムリには、様々な模様のあるものも多く、特に、式体と呼ばれる、拡張を上にしたとき水平方向に走る体状の模様を持つものが多い。このパターンは、系統とは関係なく世界中のカタツムリに多く、見られる。 日本産のマイマイ族、ユホドラでは、色体の出る位置が決まっており、その位置は、上から順に1から4の番号が振られ、帯がない場合は0で表記される。全部の色体が出たものは 1234, 全く色体のないものは000となる。この色体も遺伝子に支配されていると考えられており、同一種の同一個体群内でも色々なものが見られることも多い。 また、色体と垂直に交わる色の濃淡が見られる場合もあり、これは、火炎、彩、古斑、あるいは、虎マイマイ模様と呼ばれる。これは、西木マイマイや、張間マイマイ、日立マイマイなどでよく見られる。模様の故障の元となった虎マイマイは、ミスジマイマイの反問の顕著な一型とされ、箱根山周辺地域に分布する。カタツムジの色は一般に、 茶色系統のものが多く、特に日本産のものでは色彩の乏しいものが多い。しかし熱帯には緑パプアのような鮮やかな黄緑色や小玉マイマイやハワイマイマイのような鮮やかな模様を持つものなど、黄色や紫やピンクなど美しい色彩を持つものも多く、これらも生息環境に適応して進化した結果であると考えられている。また、 伊豆諸島に分布する下田マイでは、殻の色彩が同地域に住む蛇の模様とこうして変化しており、鳥などの捕食者に対する米ツ型擬態、バテシアンミミックスではないかという説もある。カタツムリは一般に蓋を持たないが、山谷カなどでは蓋がある。山車街では蓋が円征型に盛り上がるのが特徴になっている。多くの種は、 乾燥に弱いためある程度の湿度があるところに多く、生息するが乾いたところを好む種類もあり、中には砂漠の環境に適応した種さえある。ミジンマイマイや薄皮マイマイのように海岸や二十歳、道路や人家周辺などの開けた場所を好む種や、宮間にしか生息しない種などがあり、種ごとに地理的分布や生息環境が決まっていることがい。中には、 岩の表面に住むもの、朽木にいるもの、あるいは樹状性のものなど、限られた条件にのみ生息するものもある。また、貝殻の材料となるカルシウムはカタツムリにとって、補給の難しい資源であり、個体数の制限要因となりうる。したがって、それを豊富に供給してくれる、石灰岩地はカタツムリにとって、公的環境で、そのため種類も、個体数も多い。 例えば、沖縄諸島の竜気山五礁の森林では、温暖な気候も、相まって、カタツムリの個体数が多く、貝殻を踏まずに一歩も歩けないほどである。また、石灰岩地で種分化して、固有種となっているものも多い。このようなことから、ある場所で採取された一群のカタツムリを見ることで、その地理的位置や、おおよその環境を推定することも、可能でる。 山谷氏などの前菜類では、死有遺体であるが、有害類では、同一個体が卵子と精子を持つ、死有胴体である。ただし成長中の個体にあっては、オスの機能が先に成熟することが多い。一般には、他の個体と相互に交尾することで受精し産卵する。死有胴体のため自家受精もできるが、産卵数、孵化率とも著しく低下する例が多い。交尾の際、 精子は、生斎や、生境と呼ばれる入れ物ごと受け渡されるのが普通である。一般には生殖器を直接挿入しない動物が、精子の入れ物として、生斎やを形成するが、カタツムリは直接交尾をするにもかかわらず生斎やを作るため、その機能は、精子運搬のためだけではなく、精子の栄養体ではないかと考えられている。生斎やは、遊部生殖器の一部を異形として形成されるため、 分類群によって違った形をしているが、概ね半透明で細長いのが、一般的で、受け取った側のメス部生殖器内で分解される。リンゴマイマイカや同じマイマイカなど一部のグループでは、生殖器に連子、連子、A と呼ばれる、石灰質の槍状構造を持ち、交尾の際にはそれを相手に突き刺すことが知られている。その行動は、ダートシューティングと呼ばれる。 電子で刺された個体は寿命が短くなることが明らかになっている。また同じマイマイカや日本マイマイカでは生殖期に大触覚の間の額の位置が盛り上がってコブ状になっているのが見られることがある。これは刀流と呼ばれるもので性フェロモンを分泌すると考えられている。卵は炭酸カルシウムの殻で覆われた球形のものが多いが寒天質のものや 飲みい科や、キセル外科の一部のように卵体制で違いを直接、産むものなどもある。産卵場所は、地面の浅いところや朽ち木の下、木の根元の隙間などで、卵は、頭部後方側面の生殖口から一つずつ、産み落とされ、一箇所にまとめられるのが普通である。多くは一週間から一ヶ月程度で孵化する。通常の水性巻きに見られるような幼生期は、卵の中で過ごすため、 孵化した子は小さくて薪も少ないとはいえすでにカタツムリの形をしている。ほとんどの種は植物性のものを食べ、生の植物や枯葉など、やや分解の進んだ植物以外などを食べるほか、菌類を餌とするもの、雑食性のものなどがあり、一般にやや広い植生を持つ。また、建物壁面やガードレールなどの人工物の表面に発生した藻類も餌となり、 その食根は日常的に見ることができる。農作物や園芸植物を食べる薄皮マイマイやチャコーラナメクジは害虫として駆除の対象ともなる。多くの種がセルロースを分解吸収できるため、新聞紙やチラシなどの紙類もよく食べ、その場合には糞も元の紙の色になる。しかし中には他のカタツムリを捕食する肉食性の種もあり。 米国南部原産の肉食種山タチオ帯はアフリカマイマイの駆除のためにハワイや小笠原諸島その他の太平洋諸島に人為的に移入されたしかしアフリカマイマイの駆除にはあまり役立たずむしろこれらの島々の固有種を捕食して絶滅に一役買うこととなってしまったこのほか、近年日本の一部に定着した地中海原産の大首切れ貝も農作物の オカリクガイを捕食すると言われており、ニュージーランドのはミミズを捕食する大型種として知られる。またカタツムリは殻を形成、維持するためにカルシウムを多く必要とし、捨てられた貝殻や古くなった他のカタツムリの四角を舐めることもある。雨が降った後、ブロック塀やコンクリート壁にカタツムリがたくさん現れるところを見ることがあるが、これもコンクリートに含まれるカルシウムを接触するために、 集まっている現象である。カタツムリを主食とする動物、天敵としては、ホタル類の幼虫やオサムシ類のマイマイカブリがよく、知られているが、欧州に分布する、アゴザトウムシカアイシロプセイデデイのザトウムシも主にカタツムリを食べることから、ドイツ語でマイマイザトウムシヌイと呼ばれる。石垣島やイリオモテ島に生息する岩崎セダカヘビ。 も、カタツムリを染色することで知られ、顎を器用に使いがいの中身だけを食べる。これらの染色者以外にも多くの動物が捕食者となり、中でも鳥類は主な天敵の一つである。また地上性のカタツムリでは、ヤマネズミ類、イタチ、アナグマ、ツチブタ、タヌキ、イノシシ、トカゲ類、カエル類などの脊椎動物にも捕食されるほか、郊外ビルや、 ニューギニアヤリガタリクーズムシなどの変形動物、線虫類、捕食規制をする早めの昆虫など敵は非常に多い。餌の甲にもある通り、同じ陸産海類にも肉食で陸外を狙うものがあり、日本ではイボイボナメクジがその例として知られている。これらの天敵に対し、殻のある種では殻の中にじっと潜んで天敵から身を守るのが一般的であるが、エゾナイマイなど、 腹足の筋肉が大きく進化した一部の種では、エゾマイマイカブリやオールリオサシなどの天敵に対し殻を振り回して撃退していることが実証研究で明らかになっている動画あり。カタツムリの寿命は種によって大きく異なるはずだが、それほど詳しいことは分かってはいない。大型のマイマイ類では数年、小型の殻の薄い種類では1年程度かそれ以下と考えられており、 薄皮マイマイの寿命は、普通1年で後者に属する。キセルガイ科のものは長寿傾向にあり、野外で生害として採取したナミコギセルを15年間飼育した、例も知られている。この例では、飼育環境を不注意に乾燥させてしまったのが、死因であるため、実際にはさらに長生きした可能性もあるという。日本語における名称としては、カタツムリの他に、デンデンムシ、マイマイ、 カ牛などがある。語源については、諸説がある。柳田国夫は、カタツムリの方言、デデムシ、マイマイ、カタツムリ、つぶり、ナメクジの分布の考察を通して、カギュにおいて、方言というものは時代に応じて、京都で使われていた語形が地方を向かって、同心炎上に伝播していった結果として形成されたものなのではないかとする、方言集見論を展開した。 ただし晩年の柳田は、方言集見論の問題点を認識するようになっていた。他の言語では、陸のカタツムリと水星の巻貝類を呼び分けないこともあり、翻訳などの際に注意が必要である。例えば英語のや、読語のなどは、カタツムリばかりでなく巻貝全体を指す語であり、単に、スネイルなどとある場合には前後関係から陸生か、水性かを判断しなければならない。 これらの言語では特に陸外を言う場合は、ランドスネール、ランドスコーネクなどということもある。フランス料理として有名なエスカルゴは、専用のブドウ畑、高級品なら、ワイン用の品種のブドウを用いるや穀類で寄生虫がつかないよう衛生的に養殖されたリンゴマイマイカ、ヘレシデイのカツムリの一種であり、主にヨーロッパとヨーロッパ系人種が多いアメリカで食用にされ、 養殖も盛んに行われている。スペイン・バレンシア地方ではパエリアの具材として欠かすことのできない食材である。ギリシャでも広く食用にされている。フランス領のニューカレドニアなどでは現地に産するトウガタマイマイカの族のものが大量に消費されてきた。卵もホワイトキャビアの俗名で食用とされる場合がある。缶詰などのエスカルゴにはアフリカマイマイなどを使ったものも多く。 中国や台湾などでは白玉といわれる南大部の白いアフリカマイマイの品種が多く養殖されている。アフリカマイマイ科とリンゴマイマイ科では足の溝の特徴が異なるため缶詰の肉でも判別可能である。一般にはアフリカマイマイの肉の方がやや硬いとも言われるが調理法や個人の思考にもよるため優劣を比較することはできない。 日本でもカタツムリを食べる文化は古くからある。例えば、日ダ地方では、口紅マイ,マイが子供のおやつとして焼いて食べられていたほか、喉や喘息の薬になると信じられ、殻を割って生殖することも昭和時代まで一部で行われていた、口述にもあるが、カタツムリは寄生虫の宿主であることが多く、衛生的に養殖されたものを除き生殖する行為は危険である。 また殻ごと黒焼きにしたものも民間薬として使用され、21世紀初頭でも黒焼き専門店などで焼いたままのものや粉末にしたものなどが販売されている。種類にもよるが、カタツムリやナメクジ、ヤマタニシやキセルガイなどの陸生ガイ及びタニシ類などの炭水性の巻きガイは関東重血線虫などの寄生虫を持っていることがままあり、触れた後に、 しっかり石鹸や洗剤で手触れた部分を洗わなければ、直接及び間接的に口、目、鼻、陰部などの核粘膜及び傷口から感染する恐れがある。また、体内に上気の寄生虫がメ入、ニュ感染すると、中枢神経系で生育しようとするために、眼球や脳などの使用期間がメ入ニュ先である場合が多いので、罹患者は死亡、または重い障害が残るに至る。 可能性大きい。これら線虫類をはじめ寄生虫の多くは乾燥にも脆弱なので、洗浄後は手や触れた部位の皮膚をしっかりと乾燥させることも確実な罹患予防につながる。カタツムリを進行対象とするものは前述の民間療法と関連したと見られるものが多い。埼玉県秩父地方には子供の耳だれに弦があるとされる大イロガミというカタツムリ神があり、 祠らには、カタツムリの殻を奉納したと言われる、大路とは、カタツムリのことで、地方によってはナメクジを指すこともある。珍しい信仰で、カタツムリの粘液や、下牛骨からの発想である、可能性が高いが、詳しい由来は不明である。カタツムリは、古くから子供たちに親しまれていて、日本では、多くのわらべ歌や林文句などがあるほか、多くの故障がある。 これらは、柳田邦尾の、下牛口にも、方言集見論の恒例として多く採録され、伝伝虫などその語源なども考察されている。柳田によれば、伝伝は、デロ、デロと、子供が片ムりを指して呼ぶ言葉がなまったものでは、ないかと推測している。なお、同様の歌詞にある、角でせやりでせ頭出せの、やりとは、交尾の際に出る、生殖器や練習とする説もある。 国定教科書に、カタツムリの昇歌が掲載されて、以降は、カタツムリという古償が確立され、現在は総称としても用いられるに至った。このため地方の方言古償や動揺が、どれほど残っているかは疑問である。作詞作曲不詳、尋常小学歌華、1911年、明治44年発表八重山諸島に古くあった、焼き物であるパナリ焼きは、土に、 カタツムリの殻を混ぜて作られたと言われる。良質の粘土がなかったため土をつなぐ役割を果たしたらしい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。